待って、大丈夫だから。大丈夫ですか？今からですね、弁護士事務所に行って、今後の対応策を検討します。私自身は全く間違ったことをしていないので、後悔も反省もありません。今日の処分は、極めて不当なものだと思っていますので、ただし弁護士さんと相談してお話申し上げます。今日先ほど最後の訓示を職員たちにですねしてきました。自分の信念に基づいて生きていってくれという話をしました。私はやっぱり上司がですね誤った時に、権力者が誤った時にきちんと物を言うことが取締役の務めだと思っているので、自分の務めを果たすだけだと考えております。そういう中で、今日こういう処分が出ましたので、それを受け止めて今後の対応を考えたいと思います。後でもう一度きっとお話できると思いますから、一旦ここで私弁護士事務所に行かせてもらいます。いいですね。はい。今日会見されるということですか？ちょっと待ってください。弁護事務所に行ってからの話だからね。じゃあ改めて罰役担当は。そうだね。今日会見するかどうかまだ分からないと考えた方がよろしいですか？いや、ちょっと待って。慌てないで。僕この道35年だから。ちょっとゆっくり。多分後で皆さん方にもう一度お話しすることになるでしょう。はい、その時間はちょっと分かりません。はい、でも、もうちょっと待ってください。いいですね。はい。すみません、明日の宮崎での講演会っていうのは。それは後で。はい。分配用もね、皆さん方が混乱するようだと困るし、ちょっと考えてから、はい、お返事しますけど、はい。いずれにしても、今が7時半。ちょっと先生のところに行っていろいろお話してから、きちんとお話します。いいですね。はい。戻られて話す。ここに、はい、戻した。はい、それでは